ハイプレボルドの野球人です。開幕当初は巨人菅野中日大野、3月25日開幕戦は両エース対決にということでございまして、開幕戦の組み合わせ、巨人阪神なんですけれども、今日ね両チームとも開幕投手の発表がありました。巨人が菅野選手、中日が大野選手ということで、まあまあ実績のある2人のね対決ということになりました。では早速記事から見ていきましょう。はい、巨人菅野中日大野が開幕投手に決定。巨人は1日オンラインライブを開催し、球団公式の YouTube、TikTok の同時生配信、過去最大規模のリニューアルを行った東京ドームをファンにお披露目。その中で原監督が今季の開幕投手を菅野智之投手と発表。球団史上最多8度目の開幕投手になるエースについて、新しいこの東京ドームにおいて新しいスタートをするという部分では、何度も開幕投手は自分の役割として投げ切っている人ですけど、本当の意味で新しいスタートを切るという点ではやはり菅野智之投手しかいないと、桑田投手と2人で菅野智之投手を開幕投手に指名しましたとコメント。この日は中日の立浪監督も開幕投手を発表、大野雄大投手と公表しました。3月25日今季開幕戦、巨人中日戦は菅野と大野の投げ合いとなることが決まったということでございます。はい、というわけで、まあ2人ね発表されました。もともと巨人がこの日発表するということを明言しておりました。で、中日の立浪監督はねそれに合わせるように発表ということになりました。大野選手には結構間には伝えていたらしいんですけれども、発表は同時ということになりました。はい、ではですね、お互いの投手、昨シーズンの成績とともに振り返っていきましょう。はい、では、中日から見ていきましょう。大野雄大選手、プロ12年目、出身地は京都ですね。1988年9月26日まで33歳、183センチ、83キロポジション、ピッチャー左投げ左打ちのサウスポーの選手です。2010年ドラフト1位ですね。今季年俸3億円プラス出来高5000万円、3年契約の2年目となります。平均球速が約145キロ、球種がスライダー、カットボール、フォーク、ツーシーム、チェンジアップ。3年目の2013年に先発ローテを務め、規定投球回数と10勝をマークします。そこから主力投手として安定した活躍を見せ、18年には不振も経験。しかしその翌年にはですね、2019年最優秀防御率のタイトルを獲得。さらに20年には2年連続の最優秀防御率&初の最多奪三振 A で沢村賞も受賞。そして昨年も、規定投球回数に到達したものの、なかなか打線の援護もなく7勝に終わったということになります。はい、で、通算はですね204試合76勝78敗、1341.2イニング、防御率 3.11、 奪三振率 7.23、 与四球率 2.35、 昨シーズンはですね22試合で7勝11敗、143.1イニング、防御率 2.95、 奪三振率 7.23、 与四球率 1.63 という成績です。去年もね悪くはなかったかなっていうふうには思います。まあ本当援護が少なかったかなと、打線の兼ね合いっていうのもあるので、まあ7勝と、11敗が逆になってもおかしくはなかったのかなっていうふうに思います。はい、で、大野選手ですね、自身4度目の開幕投手、2020年以来ということになります。まあしっかりとね1年挟んで開幕投手ということなんで、まあそれだけ期待されているということでしょう。今季はですねしっかりと、まあ10勝、まあ、貯金っていうところですね、ここを意識して頑張ってもらいたいなというところではないでしょうか。はい、では続いてですね巨人見ていきましょう。はい、一方ですね、巨人は菅野智之選手、プロ10年目、出身地は神奈川、1989年10月11日まで32歳、186センチ、92キロポジション、ピッチャー右投げ右打ち。2012年のドラフト1位、今季年俸が6億円、昨シーズンは8億円でございました。平均球速、約148キロ、球種スライダー、カーブ、チェンジアップ、カットボール、シュート、フォークなどですね、多彩な球種を操る選手です。日ハムの1位指名を蹴って1年間浪人後、巨人に1位指名され入団。1年目から13勝を挙げですね、長年エースとして活躍。2020年はポスティングで MLB 移籍を模索したが、コロナ禍もありいい契約がまとまらずに巨人に残留。しかし昨シーズンは度重なる故障で規定投球回数に達せず、4年連続の2桁勝利もストップ。海外FA権も取得しましたが、行使せず残留ということになりました。はい、で、通算成績が215試合で107勝56敗、1475.2イニング、防御率 2.39 と、奪三振率は 8.03、 与四球率 1.95 ということで、まあ文句のつけようのないね素晴らしい成績かなっていうふうに思います。はい、で、昨シーズンは19試合6勝7敗、115.2イニング、防御率 3.19、
奪三振率 7.94、 吉久率 1.95 という成績です。ちょっとね、前半戦思うようにいかなくてということもありました。東京五輪ね、代表も辞退っていうことになってどうなるかなっていうふうに思ったんですが、しっかり後半を持ち直してくれたかなというところでございましたので、まあ、今季はやってくれるだろうという期待もあります。まあ、その期待も込みでですね、まあ、自身8度目の開幕投手ということになりました。これはですね、巨人歴代最多ということで、また一つね、菅野選手が巨人の、まあ、歴史を作ったということになるんでしょうか。はい、というわけで、まあ、この2人のね、開幕投手なんですが、それぞれの相性というところね、見ていきましょう。はい、ではそれぞれの相性というところを見ていきましょう。大野選手の巨人との相性ですね、対巨人が7登板結構投げてますね、 1.50 の防御率、イニングが 48.0、 3勝1敗、奪三振率 7.88、 吉久率 1.88、 KBB が 4.20 という成績です。はい、でまあ、こうやって見ていくとですね、やはりね、昨シーズンの成績、よりですね、対巨人の方が、まあ、上回っておりますし、まあ、しっかりとね、イニング数も投げております。まあ、吉久率がね、若干上がってるかなっていうふうに思うんですが、まあ、それでも1点台ということなんで、間違いなくね、相性っていうのはいいということになります。まあ、こういうところもね、やはり参考にはなったのかなと。で、一方菅野選手と、中日との相性ですね、昨シーズンは実は1試合しかね、投げてないんですよね、3.86 の防御率、7.0 イニング、0勝1敗、奪三振率 7.71、 吉久率 0.00 と、まあ、そこまで参考にはならないのかなっていうふうには思うんですが、で、一昨年も見ていくと、2020年は3試合登板します、防御率 0.00、 25.0 イニング、3勝0敗、奪三振率 10.08、 吉久率 1.08、 KBB 7.00 ということで、まあ、一昨年は非常に好成績っていうのを残しておりました。で、昨年もですね、1試合だけなんですけど、まあ、フォアボールはね、出していないというところなんで、やはり相性的にはね、悪くないのかなというふうに思います。なので、それぞれ相性のいい相手と対戦ということなんで、お互い相手に不足はないのかなというふうに思います。まあ、しっかりと投げ合ってくれるんではないでしょうか。はい、というわけで以上でございます。で、続いてはですね、12球団の開幕投手っていうところも一応見ておきましょう。はい、では12球団開幕投手というところですね。はい、チェックしていきます。セリーグはですね、結構決まってきました。巨人が菅野選手、カープが大瀬良選手、中日が大野選手ということで、セリーグはね、3球団が決定してます。で、パリーグは、ソフトバンクが千賀選手、西武が高橋光成選手ということで、まあ、2選手と12球団中ですね、5投手、開幕ピッチャーが決まっているという状態でございます。はい、では開幕までね、残り24日というところで、まあ、着々と決まっていくかなというふうには思いますので、そちらも非常に楽しみかなと。はい、では最後にですね、ネットへの反応、ちょっと見て終わりましょう。はい、ではネットへの反応ですね、見ていきましょう。開幕の巨人戦は大野対菅野か、めっちゃ投手戦になりそうということですね。まあ、お互いね、両エースということでございますので、やはりいいピッチャー同士ですね。開幕戦のカードっていうことになればですね、やはりロースカーのゲームっていうのが予想されるのかなというふうに思います。まあ、どっちが1点取ったら勝ちみたいなね、ことにもなりかねないかなと。まあ、ただですね、まあ、独特の緊張感があって、調整っていうのもね、まあまあ、ちょっといつもとは違うでしょうし、野手もね、エラーしてしまったりとかもね、あるかなっていうふうに思います。まあ、そこ言い出したきりがないんですけれども、どういう試合になるかというところね、まあ、今から非常に楽しみでございます。はい。で、こちらを見ていきましょう。菅野はまあ当然として中日は柳と思ったけど大野なのかということですね。そうですね、菅野選手はもう正直読めましたね。戸郷選手、高橋選手っていう対抗馬がちょっと良くないと2軍に持ちたということになりますので、まあ将棋法で菅野選手しかいないのかなというところだったんですけど、ただ中日は大野選手か、それとも柳選手かと。まあ、実績で言うとですね、大野選手なんですが、昨シーズンだけで言うと柳選手の方がね、まあ、もちろんタイトルも取りましたし、まあ、評価はされているのかなっていうふうに思ったんですけど、今回大野選手と。で、まあ、相性もですね、実は柳選手の方が巨人戦を抑えてるんですよね。防御率 1.3 とかかなだったんで、まあ、投げてもおかしくはないなって思ったんですけど、次のカードをですね、 DeNA 戦になると、まあ、1試合しか投げてないんですけど、そこでも柳選手1点台の防御率、一方大野選手はですね、DeNA 戦だと防御率がですね、3点台になってしまうんですよね。なので、そこの兼ね合いっていうのもあって、こういう形になったのかなというふうに思います。まあ、
なので相性的に見てもね、まあこれがベストなんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあどういう試合になるかといったところではないでしょうか。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのけせと、ありがとうございました。